Y-7 長安航空の Y-7 から100、Y-7 とは、中華人民共和国で製造された、多用途ターボプロップ創発旅客機である。西安引き工業工師が製造したが、実際には、ソ連ウクライナのアントノフ設計局の製作したアン -24 旅客機を、コピー生産したものであった。元となったアン -24Y-7 の設計。 製作はソ連から輸入したアン -24 をデッドコピーして行われた。そのため、両者の区別はつけにくい。ただし、中国の技術水準に合わせた改良もなされていると、される。初期生産型は Y-7 と呼称され、1970年に原型機が初飛行している。外部に公表されたのは1982年4月であり、1984年から、 量産が開始された。就航開始は1986年。また、1985年に、回収型の Y-7 から100が開発された。また様々な派生型が生産されており、現在では改良された後継型である Y7 から500や民間型の MA60 が生産されている。機体は、高翼配置の主翼を有し、 主翼中ほどにターボプロップエンジンを配置している。尾翼は通常形式であるが、垂直尾翼前方には動作ルフィンが配置されている。出発点こそデッドコピーであるが、現在においては、原型のアン -24 から発展して、独自の改良が行われている機体であると言える。Y-7 初期生産型。Y-7 から100ウィングレットを装着し、客室装備や、 操縦系統を近代化した回収型。Y-7 から 100C1 機材の変更を行い5人運用としたもの。Y-7 から 100C2 機材の変更を行い5人運用としたもの。Y-7 から 100C3 機材の変更を行い5人運用としたもの。Y-7 から 200A エンジンを、プラットホイット2カナダ PW127 に、換装し、 操縦系統をアメリカ製に乾燥し胴体を1メートル延長した改良型。1993年発飛行。ウィングレットはない。Y-7 から200バイトエンジンは中国製の WJ-5A-1G として操縦系統をアメリカ製の機器に更新し、胴体を74センチメートル延長した改良型。1990年発飛行。 Y-7E 高音、高知向けバリエーションで1994年7月に初飛行。それは、ソ連のアン2 4の設計に基づいている。Y-7G 中国空軍向け。Y-7H-500 貨物型。Y-7 から500現在生産中の最新型。ハイジ -7H-6 の訓練型。HM-1 栄昇準機。レーダー。 TNL-7880 後方システムを搭載。ジャッジー -01 早期警戒機の実証機。6枚プロペラを採用し、WJ-6C エンジンへ換装、垂直尾翼を4枚に増やしている。環状型を目指したテストベッドと目されるが、空母運用のためのカタパルト射出用ローンチバーや着艦フックの装備は確認されていない。 MA60Y-7MA60、まあ、とも、西側諸国向けの改良を施したもの、ありがとうございます。